プララーンの休日は複雑に入り組んだ現代社会に鋭いメスを入れ、その1週間に起こったあることないことを徹底的に組み合わせるまとめ動画です。久々やな。ちょっと早いな早っ。なんか投げ込まれましたよ、また逃げたシュワシュワ。何やろこれ、何の匂いやろ。あ、なんか出てきた。なんか出てきた。ああ、カプセルよ。ん？カプセルか？ちゃうわ。あっ。かわいい。うん。めっちゃかわいい。いいですね。チピちゃん、出たで。チータン。チピ。タコさんウィンナーで。チータン。うん。チータン。ほら、チーピタコさんウィナー出たで。うん。あーでも一番いいやつかも。レアじゃないけど。あ、でも僕これ一番好きやな。やっぱりこれやろう。というわけでこんな感じでした。はい、また大光さんにやってきました。別に買うもんはそんなないんですけれども、この間なんか陽慶陽さん買ってね。何買ったんでしたっけ、うん、なんかラグとかかな、わからへんね、うん、なんかね、6000円ぐらい買って、もう大工で6000円ってもうやばいで、うん、ほんでな、ほんでちょっと財布見たらな、財布見たらこんなものが、おお、大工福引券、本券じゃないですか。でしょ、本券って知らんけど5000円お買い上げごとに本券1枚贈呈、うん、でこれでね、なんか抽選できるんですよ1回、うん、うん、なんかね、結構ね、一等とかやったら結構すごくなかった、1万円とかもらえんじゃなかったっけ、商品券。見てない見てないんかい、うん、らしいで、うん、だから、あの今日ちょうど今日から4日間で、うん、そうやね、ここしか休みがなくて、休みがなくてええ、でもこの間、あの浅草寺で大吉引いたから、僕お僕に行かせてください、それマジで、はいはい、多分僕引いたら多分すごいの出るから、ほんまか、うん、ほんなら任せるわ、はい、行きましょう、はい、行きましょう。まあ、あのこの舞鶴という土地に来て大光とともにもう20年ぐらいなんですけどね。え、もっとやん、もっとか、あのね、6歳やったで。ああそうか、二十数年。ね、見てくださいこれ、27年、もうええわこの溢れんばかりの車。あの都会にお住まいの方やったら分からんけどね、分からんやろうけどね、これね、ここに泊まってる車たちは大光さんのね、あのそんな広くないよ、広くないけど駐車場から溢れてる人たちなんですよ。こんなん見たことないで。ないな、大光確かにお客さん来てるけど、うん、そんなこんな泊まることないもの。絶対だって多くても5台は空いてるな。5台は空いてる、見てみーな、これパンパンやがな。いやしい、ほんまにあ、ここ入ってるやん。何巻いたんや。巻いたんか。で、これ動かしたらまた来んねんな。うん、うわ、すごいわ。人気店や。しょうちママはね、またね、瞑想第何弾やろ。財布でもだいぶ迷走していっぱい買うたけどね、今回ねまたね、何やろ、水筒迷走に入っておりまして一体どれがいいんだろうと言ってね、ティームでも何回も買ってね、漏れたり、保温はまあどうでもええのか、まだ水筒型じゃないからさ、タンブラーっていうの、うん、あの蓋がどうも甘いのあかん言って、またこのね水筒型をね買おうということでね、バカ買い、水筒のバカ買い機に入ってるんですバカ買い赤かピンク狙いやな。5000円も20名って結構でかいな。1000円でも60名これやったな。で5枚で1回引けるねな、まあ、いらないな、無理っすよ、はい、そういうこと。ほんで本件なんかいきますよ、はいいや、当たってもうたな、うん、びっくりしたわ、うん、やっぱ持ってるなと思いました、うん、はい、ええもんが、濃厚ミルククッキーです好
キー濃厚やから、うん、でも普通のクッキーちゃうで、濃厚やからな。うん、素晴らしい、さすが大吉。まあでもこれ引かんかったら当たらんかったからね。うん、よかった、もらえたんやから、もらえたんやから、来てよかった。帰ろ。あとは全部やってください。いや違う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 じゃない。あ、これね、ちなみに関西でしかまないみたいね、メガネ飾りって。そうだよね、知らん、うん、僕も知らんかったんけど、これお水にまつわるとこで、トイレ。なちーたん、なちーたん知ってるか、メガネさん知ってる、去年も落ちてたな。そうそう、キッチンとかあのお風呂とかそういうとこにつける、お水の神様の飾りです。まあ、そうやな。だけんじゃねえよ。こんなパジャマで。ねえ、うちに来る神さんって。あ、なんか見てるで。はい、チータも。タンタン。ねえ、シャス。おねえ、シャス。何をやねん。あれをかい。あれが欲しいんかい。違う違う。また違うもん。トリスやな、なんかこれ。ちんとったらあかんねんで。なんかカラ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 言ってる。新年のご挨拶です。はい、ちょっと最近ね、またね、年始から天気が悪くてなかなか行けなかったんですけど、ね、喋りかけられたんかも、返事してもうた。珍しくちょっと晴れ間があったので、今から墓参り、新年のご挨拶に行きたいと思います。墓、また墓や。墓ばっかりや。あ、違うやん、線香セット持ってこな。また忘れた、線香がここにあることは知ってんね。あら、なんかカラカラ言うとるぞ。あれへんわ。ちょっと持ってきて、仏壇とっから。仏壇もあれへんね。うせえ、あるって。ちょっと持ってて、見てくるわ。なんか覚えれたんした。はい、一時期や。大丈夫、初転びせんの、うん、ほんまやで。なんかでもね、ぬくいんですよ、今年は。そんな寒くない。寒い言うても全然こんなん暖冬やわ。いつもだって雪積もってたりさ、あんの日本も今年おかしいな。いいって。そない顔見たいわけちゃうから。ここのね、何もないとこはね、スモモの木がいっぱいあってね、よくおばあちゃんおるときは下の方にたまったスモモをね、食べてた猿のように亡くなってるんだけど、どんどんいろんなもなくなっていく。木だらけやってんて、ここほんまに。うん、あったあった。こんな見えへんかった、向こう。ふっかーって。よいしょ。誰か。誰か。僕一回来てるからな。はい。あんた、やっといたら。はい。起き上がるなぁ。こんなんやったかなぁ。子供の時平気に登ってたんちゃうかな。え、フーフー言うとるな。うん、天気よろしいよ。ちょっとかけてきてるな。あれ、でもそう、時間がちょっと夕方やからね。中身はようなったな。でもあの風よけてやった方がええよ。全然使えん。来た。毛燃やしそう。やばいやばい。あー、ほら。あー、消えた。あかん。どうする？なんかいつもライターつきにくいよな。そう。なんかもっとブーっていうやつ持ってこない。バーナー的な欲しいな。うん、煙たいわ、もう腹立ってきた。そんなんでお参りされても嫌やな。うん、そうやろな。ほんでええかい？うん、なんかついてへんわ、もう。じきりすぎてんのかな。まあそれもあるやろな。ほら、ついてへんのあるって。
か。石が横向いてた。そう、うん、これ大丈夫。はい、年始のご挨拶も済みました。まだです。え、あ、まだです。いつもするそこ。謎のご先祖様にもしておかんと。マジで先行なしで済まそうとしたって。かわいそうに。もう指が痛いね。大丈夫って言ってくれてるって。誰なんでしょうね、この方たちは。まあでも下で支えてくれてるんやから。親戚かどうかもわからへんね。そうやね、おじいちゃんが拾ってきたやつかもしれん。上のやついっぱいあるから。ここの家のおじいちゃんはね、優しいんかなんなんかわからんけどね。あんたの分も入れとくよ。うん。ああもう。おじいちゃん優しいんか知らんけどね。なんかほら村でさ、縁がなくってさ、誰にも一人で亡くなってったような人たちのお骨とかをこう集めてきてね、うちで見る的なことしてたみたいでね。わからへんね。優しいんやけど大変やな。どうしたらええのみたいな。村はまあ家族みたいなもんやったよな、もっと、うん、今以上に、うん、これは梅の木ですよ。これまた咲いてくんやろね、うん、これちなみにこれがはっちゃんおじさんのあの梅のね、数々を生んでる木ですから。そう、あそこにも梅の木あります。そしたらまた梅の季節になってくるもんな。バンバン食べていかんと、うん、早いわ。はい、やってきました蛇頭神社ですね。蛇切りは伝説で一回来たことありますけどね、いつも初詣の時には来てる神社です。まあこれ言っといたらなんかこう1年始まるみたいな感じかな。もうね、山も山、めちゃめちゃ田舎の方です。もうね、家の形が違う、ここら辺はね、うん、まだあのかやぶきとかあるから。普通にまあつむんどくんの家がねこの先にあんねんけれども、よく僕だからちっちゃい時にね、知らん家どこ教えて、うん、あの自転車でここよう行ったわ。もう昨日のことのように思い出すけど、あれからね、これすごない木が、うん、ほんまやな、新しいのが出てねんな、うん、あの僕が喋ってる時にやらんといて。え今喋ってんねんが、これ全部入ってんねんからな。僕があのね、何よく忘れてたわ。昨日のことのように思い出しますけどね、考えたらもうあれから20年、もっとか、もっとやわ、25年、早いな。トムンドの家なんて全然行ってない。そうや、はい、まだちゃんとこんな風に、まあそのうちやからね、なってますね。いいですね。邪魔にしましょう。肌がこっち行ってほしいけどな。ほんまや、あれ向こう多分風で行ったんやな、うん、じゃあ、はい、で、スマホ。灯籠にも神が宿ってるのかな。宿ってんね。灯籠のお祭りいっぱいあると思う。これ何なんですよ、うん、これどれ？なんでこんなん神様？あ、これね。灯籠はお賽銭やと思うねんけど。そう、見たことある？これはわかんねん、これは。そう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 。そういや、ないかな。ないと思うで。はい、皆さんも参ってる感じで。あ、お持ち帰りいただきってなってる。ほんまや。これうちのなんかき、ね、地域のどなたかが毎日1本朝置いていくらしいんですね、うんうん、すごい、ずっと続けた反応が。せっかくだからもらっていきましょうか、うん、じゃあとりあえず、まあ、お賽銭をして、はい、足元、何小銭しか持ってきてない。これでいや、ここは違う札。嘘やん、いつもしてへんやん、そんな。したって、え、違う時や、ちゃうよ、僕のだから。めちゃくちゃやな。
100円してる。100円してる、うん、ないよ。でもないよ、5円と1円しか入ってないの。5円でいいよ、5円があるよ。うん、またまた来ます、はい、はい、あ、ガラガラする。容器鳴らした。ちょっと長い。なんやろ、何を言うたんやろ。いや、それ視聴者、はい、愛する視聴者様たちが幸せでありますようにっていう。あと僕に可愛らしい素敵な彼女が、でこちらが何でしたっけ、うちのなんかご先祖様がなんやかんやしたやつです。毎年同じやけど大丈夫。なんか縁起悪いな。寒なってきた。うん、ほんま寒い。ちょっと可愛らしい音やな。うん、ちょっと違う。なんか鳴ってんで。ん？なんか映ってなかった今。元画面、あの。何でもない。なんでわからん。これ何や、あ、すごい、見て、この線が引っかからないようにする。なるほど、知恵がいいですね、うん、ただこの竹にスローンなりそうやけど。これがね、なんかあの水源地の方に向かってなんか木がなんやらかんやらしてる、うん、なんやかんやです。はい。だってこれはジャンキーってわからんかった。この木もなんやけど、私ははっきりしなくて、この木もなんやけど、養路の水源地がこうあるんで、うん、それで浮かんだやと思う。そうなんや。言ったことわからん。なん結局わからへんねや。なんや言うたっていう。まあでもなんかこの、あ、こっちもあんのか、つらちゃんに似た子前のね、なんかつらちゃんに似てる。じゃじゃん、じゃじゃん。焚き火がね、あれ催されたと思うねんけど、うん、お店さん今少しぐらい多分。そう、夜中の日はやっぱ綺麗やんな、うん。いただきましょう。はい。じゃあ私と、ね、トッピーピン飲んじゃった。カッパいい気持ち。無言。もうあんま知らないのに頑張っちゃった。ばらまいて終わりましょう。はい、ばらまいてて。だってこれ大変やねん、もう絶対もバチ当たりそう。お賽銭ラッシュやもん。悪口ばっかり言うたはず。悪口じゃないよ、何なんかなっていう疑問を持ってるのよ。この灯籠のあれは。可愛くないこれ、なんか。正面これやな。でじゃ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 、同じ顔しとれないか。鼻出る。で絶対やってくれる思ったんや。ようわかったな。バレとったか。提灯のことはまるっとお見通しだ。なんでトリックや。はい、ありがとうございました。今年もまたよろしくお願いします。あ、まだあんねや。まだあんね。そっか。ぶんどるな。思ったや。上ちょっとあれ危ないんちゃうか。上が障子が外れてまんねん。取ってえのそんな。ちょっと立てかけとこか。うん。もうちょっとこう斜めに見せんとやばそうや。また倒れ。そんな。いやちょっとね、パカっていかなあかんねんけど、うん、行ってみる？いや僕がするわ。
ゃないけるそんな、そんなんではそりゃそうなるわな。なんかカチッとしとこあんとな。うん、パカパカ。だってモリモリに溜めてしまって。このラッシュが大変やね。だってそんなのとこれ全部外れてんで、ほら。うん、外したの？いや、違うと思う。ほんで、なんか奥にもなかった。あ、でここにもあるはずだ。じゃあね、私の奥れ？あ、そっか。1円使うの？うん。これをね、忘れがちなんですよ。これはね、なんか奥の。そんなことない。え？4円しかない。そんなことないと思うねんけど、だってこう財布なんで。あっちがなんか何言うてだけやろ絶対せんないよ、そんなあんねんから。あれ鳴らしとく？うん、奥は。どういうことなんや。いや、これはしてるけど、この奥鳴らしたことある？え、鳴らす？あんの、いけんの。ふーん、行ってみる。あれ、こっち何回か来てんのにな、気づいてないのかな。なんかこうあるから、なんかあんのよ。これ怖いね、すごい。うん、え。あ、ここの再生、あ、これは再生、だからそこの再生がこれやろ。じゃあもう鳴らされへんねんけど、これ足かけてええんかな。ええんちゃうの。いや、ちょっと待って、カッカカッ、なに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 。これもゴースト・オブ・ツシマで言うたらなんかもらえるやつやで。ちょっとややこしいとこやろ、うん、誰もわかんないけど。あえ的にええわ。お前ここ足かけるとそやろ。せんでえってなことないやろ。どう思う？って言ったもん。いや、言ってたけどあんねんからしといたらええんちゃうな。わからんけど。他ないやんな。他はない。はい、オッケーです、はい、じゃあありがとうございます。まあもうご利益なんかいいんですよ、ほんまに。いつも通りね、1年過ごせたら。そして今年は日本にとってはすごくね、最悪の多い始まりやったから、平和になるように祈っておきましたよ、はい、ではでは帰りましょう。あとちょっと僕の彼女ができるようには言っといたけど。ありがとうございます。日を池姫神社ね、これね、いつも来てるけど寒い、寒い。帰りましょう。はい、ツムンドの家を教えてました。こんなとこからよう行ってたな思って。学校もこんな感じですよ、毎年。でもなんかうん、そうそう、これやって1年が始まるみたいな感じだからね。これをしとかんとね。そうそう、つかない。うん、そうなんですよ。よかった。手詰めた。はい、今日一番まだボトルの色を間違えて交換できるかどうか確認しに来ました。ピンクが欲しかったのに柿色を買ってしまったみたいな。なんで柿色？いや、なんでってことだ。あ、現物はあるやん。でもこれ違うんやって。これはピンク？ないわ、やっぱりこれしかない。現物 OK かな。あ、いけるんちゃう。でこれも眠たある、うん、買ってもらえ。でもな、これ分かりにくいわ。これ柿色なんやろ。そうやね、これとこれ柿色。これ分かりづらいわ。そうやろ。あった。こいつめっちゃ強い。いや、これ閉まってんで、めっちゃ。硬っ。今ね、指挟まれます。素人やからじゃなくて。素人やからかもしれんけど、思ったやつないけどね。めっちゃ挟まれたな、さっきな。うん、絶対食うたるから。食べやんね。どっちにしても食べるやんか。やけど、より強く食べた。より食べた。おっしゃ、バカー。どやさー、これほら、見てくださいこれも。生きボタテですわ。生きボタテ。ああ、ボタテってるねこれほんまに。ほら。すごいよなー。めっちゃうまいこれ。じゃじゃーん、これ丸々食べれるからな。うん、いただきます。
その痛かった分のお返しに食いたの。本日もひげってるね。てこのでかさ、ほら。てみな。すごいね。これさっきまで生きてたやつだからな。なあ。甘い。なんかほんでな、なんやろ。ぬるっとしたとこが一個もないね。うん。結構なんか歯応えがあるっていうか、サクサク、なんて言ったらいいのかな。サクっていう感じやろな、この。繊維をこう。めっちゃ好きなんやけど。うん。めちゃめちゃうまい。うん。うん。いやー。うまい幸せや。おはようございます。ありがとうございます。今度は、な、生で貝柱をいただき、今度は紐の部分。あ、顔映ってなかった。で、顔は映らんでええかもしれない。うん、汚いしな。うん、紐の部分はバター焼きです。これがまたね、このね、何このコリコリ。めっちゃうまい。すごい歯ごたえやね。かといって硬いわけじゃなくてさ、うんうん、でね、これがまた合うのよ、三室杉、うん、これがなバッチリやがる。ないな。いろんなことが終わりね、思い出に浸りながら食べるこの珍味、珍味、珍味じゃないか。うまい、うまい、幸せすぎる年末を過ごしてます本当に、うん、幸せ。はい、紐の部分を焼いてます。バター焼きです。おいしいな、うん、この喜びようです。もっと聞こえるんちゃうやろうか、うん、コリコリ言うな、うん、ほんまにすごいね、ちょうまいね、これ。ありがとうございます。ちょっとこれどうする、切らんとあかんの、どうするって食べますよ、それは切ってください。はい、うん、チーがね、気にしてるわ、何食べてる。はい、毎月月末ですね、ツイッター、まあ、現 X ですね、そちらの方で、つららん公式アカウントの方でプレゼント企画をします。でね、今日届いたんですよ、今月のプレゼントするお品物が。ぜひぜひ皆さん、ふるってご応募、フォローしてくださいね、僕を。よろしくお願いします。